ザ・ SAT はプロレスのタッグチームユニットである。アメリカ合衆国のプロレスラーであるジョセフ・マキシモとジョエル・マキシモとで結成され、ジョエルが引退してからはウィル・マキシモが加入している。いとこにティネで活躍したアメージング・レッドがいる。ジョセフとジョエルはマイク・アッサムの下でトレーニングを積み、ロス・マキシモズや6.4のタッグ名でファイティング・ワールド・オブ。 ジャパンプロレスリングで活動していた。ザ・ SAT とマネージャーで二人のおいにあたるアメージングレッドはティネやコンバットゾーンレスリングリングオブオーナーで2年間活動していた。兄弟は SAT のタッグ名で何回か WWE ベロシティに登場しジョバーとして活動している。その後はプロレスリングアンプラグドに参戦し、ケーマーだ。 ケープー社のオールマネーイズリガールと構想していた。2010年にインパクトチャンピオンシップレスリングで活動していた。7月にジョセフはレスリングから引退する決意を決め、ジョセフと入れ替わりで、ウィルソン・ラミレスコと、ウィル・マキシモが合流した。2011年3月にジョエルとウィルは力に参戦。SAT は、アメージング、レッドと4月に合体して2011キング・オブ・トリオス。 トーナメントに出場するが一回戦負けしている。2012年1月に WWC 世界タッグチーム王座を獲得している。ありがとうございます。